から基本大事に、本当に毎日毎日つまんないけれども、同じことの繰り返しになるかもしれないけれども、それをやって、で、これからみんなの、この先の人生にもバレーボールがあると、私たちは、強く強く願っています。私たちバレーボールさえ、あなたたちが来てくれたら、どこかで会えると思います。ぜひね、また一緒にバレーボールができれば嬉しいなと思います。それから今日、みんなにも、お土産があります。お母さんに渡してください。新潟さんからお醤油と、それからオリコのおかげで、ね、ちょっとお腹を整えるものは、お土産として出していただいてますから、これをもらって帰ってください。また、皆さんと一緒にバレーボールができると嬉しいなと思います。もしかしてまた来年も来れるかもしれないので、そしたらまた、参加してみてください。じゃあ、パパさんにありがとうございました。言ってください。私たちやりたい。